東ズ幸太郎ウも理事、1975年11月26日体は、日本道局協会所属の老局士、法名歌手、黄金奏者、日本道局協会理事、二代目、アズマヤ・ウ門下、大阪経済大学卒業、石川県金沢市若松町出身、南シベリアのトゥバ共和国の音楽グループフンフルトなどに影響を受け、名歌手、 抗金奏者として、活動の後、法名と似た発声を使う日本の浪曲に魅せられ二代目、東ず浦太郎に入門し、浪曲師となった。同じ、若手男性浪曲師の玉川大福、東ず一太郎、沢隼虎と,と共に、浪曲チームハイダコ、国立演芸場にて公演。教科物や、公演中に、抗金や法名を盛り込んだ演目、近年は、 ケレンモノと言われる笑い要素の多い演目を多く、講演している。本名、岡山森寺名義で法名などの音楽活動を、していたが、浪曲誌入門後は一時活動休止。ナビロメ後の音楽活動再開にあたって、東ず幸や太郎名義に統一した。第3回日本法名コンテストで最優秀賞を、受賞。浅草バイオンフェスを主催する。 青山正明との法名ユニット、神京王のメンバー、ありがとうございます。